はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は先日からやっていたピアノの伴奏とメロディーに、第1回目はまずその音源を整えるという意味でオーディオのクオンタイズのお話をしまして、その次にはコードトラックですね。前回はこのようにコードをしっかり入れて、そしてここにアレンジトラックといいまして、いわゆるセクションですね、それをきっちりやることによって、これから始めようとするアレンジ、それの前準備というところまでを進めてきましたが、今日からはドラムを入れる効率の良い方法ということでお話をしたいと思います。村長ミュージックスタジオ、ドラムにはイージードラマ、今画面の右の方に映っていますが、これを使っていきたいと思います。これを使うのにはバンドメイトと言いまして、楽曲を読み込むことによって、それに一番最適なドラムのグルーブを割り当ててくれるというような、そういう機能がありますので、それを使って進めていきたいと思います。まずそれをするのにはこの楽曲自身を書き出さないといけません。ですからまずはミックスダウンをしたいと思います。ミックスダウンの方法はスタジオ1の場合、ソングからミックスダウンをエクスポート、これを選択します。今回は WAV ファイルをしますので、 WAV ファイルにチェックをしまして、そしてソングエンドマーカー、今マーカーつけてあるんですが、ちょっと画面には見えていませんが、最初から最後までを書き出します。そうしまして、ファイル名はピアノドラム用と、このようにしておきます。そして書き出しをします。書き出したファイルはこのようにできました。ここにピアノドラム用 WAV というのがあります。これを Easy Drummer 3のバンドメイトに読み込みます。はい、こうしましたら分析が始まります。ちょっと Easy Drummer の画面を大きくしておきましょう。はい、このようなダイアログが出まして、そしてテンポは138ということになっています。拍子は4拍子です。これで OK をします。はい、こうしましたら、この時点でオーディオのグルーブを分析しまして、合いそうなドラムを叩いてくれます。ちょっと聞いてみましょう。ハイハットのオープンが入ったり、おかずももう入っています。
もうすることないですね。いつもの解説でしたら、ちょっと一番の先頭だけ聞いてもらって、こんな感じになってますね。さあこれから編集をしましょう、なんてお話をするんですけれども、もういいんじゃねえって感じになってますよね。あとエンディングだけですね。まあこんな感じです。でもですね、若干僕らしく思ったようにですね、修正も加えていきたい。そんな風に考えています。もう特にこのようにおおむねいいという時はですね、もう何も考えずにこのグルーブそのものを下のソングトラックですね、ここに入れてしまいます。このように引っ張ってきます。それぞれのセクションの長さが4小節ずつに区切られています。確か4小節ずつという流れでもなかったように思うので、セクションとこれがいいかチェックしながらセクション分けを確認したいと思います。上にこのセクションがありますので、これとちゃんと合っているか確認をしていきます。はじめは4小節いいんですが、その次は8小節ですね。 A メロは8小節、まあそれもいいでしょう。その次も8小節、はい、ここまでいいです。次は9小節ですね。ここで D までは9小節になっていますので、ここらでちょっと狂ってくる可能性があります。ですからもう一度ちょっと聞いていきます。 DAW と一緒に聞いていきます。はい、ここでですね、イントロというのがここまでですので、一旦ここで区切っておきます。じゃあもう一度続きを。はい、ここですね、 A メロの終わりがありますので、ここで区切ります。こうやって区切ったら、次は忘れないうちにこの2つを合わせておきましょう。合わせるのはマージということで、 J のキーを押すと合わすことができます。このようにしまして、 A メロですので若干色を変えておくのもいいでしょう。イントロで変えておきます。はい、じゃあここからいきますが、次も8小節です。ですから区切りとしましてはこの辺になるんですが、まあ聞いていきましょう。はい、ここですね。次は30小節の頭です。そしてその後ろは4小節だけですので、ここで4小節になります。そしてこの F の部分ですね、まあ聞かなくてもこのようにですね、ダウのカーソルと連動していますので、ブロックを見つけるのは聞きながらではなくてもこのようにしていくとブロックに動いてくれますので、こうやって切っていけばいいわけです。
ここがちょっとブロックが足りないですね。次のこの G のブロックが、9小節になってるからこういう風になってるんですね。これはですね、ここで一応ちょん切ってですね、そしてこれとこれを足しておきます。はい、ここで一つポイントです。このようにして短くしたりすると、今度これを例えば前に持ってきたりしますね。そしたら音がなくなったりする場合がありますので、ここはですね、ジョイントをうまく使うといいということです。これ第一のポイントですので、しっかり確認しておいてください。まあここも一緒ですね。ここでカットをします。そうしましたら、これとこれをジョイント、はい、このようにすればドラムの入っていないところというのがちゃんとなくなりますので、これでいよいよ編集に入っていきます。こういう時はどうすればいいかと言いましたら、DAW の方でループを作るのが一番理想的です。この EG ドラマーでもこのようにしてループを作ったりすることができます。でも DAW でこのようにループを作って確認していくのが一番うまくいきます。その時にフォローホストというこのボタンがあります。このボタンをチェックしておかないと DAW と連携しませんので気をつけてください。ではこのイントロの部分ですね、これをやっていきたいと思います。その時にこのリプレイスミディ、そしてエディットプレイスタイル、この2つを上手に使います。ちょっと僕は先ほど聞いた時にイントロがリズムがありすぎるとちょっと感じましたので、少し抑えた感じのドラムにしていきたいと思っています。そんな場合はこのバンドメイトのところでソングクリエイターというタブを出しておきまして、このミディを引っ張っておくとソングパーツというのが出ますので、このソングパーツを持ってくると範囲の中で合うグルーヴが見つけやすくなっています。例えばこれからやろうとするイントロは、この先頭のところに約5つ6つのバリエーションがあります。ここで選ぶことでイントロっぽいグルーヴをつけることができます。じゃあやっていきましょう。この6つを聞いていきます。はい、おとなしい一番上がいい感じがします。これはどうすればいいかと言いましたら、このリージョンを選択しておきまして、イントロ1のところを右クリックします。するとリプレイスセレクティッドブロックオントラックというふうになっています。いわゆる今選んでいるやつを置き換えましょうということです。これを選択します。するとこのイントロが入れ替わります。ちょっと聞いてみましょう。いいですね。じゃあ次 A メロをやっていきましょう。はい、フィルなんかもいいですね。これはこのままいきます。はい、ちょっとここの最後のフィルがですね、物足りないって感じがしました。ですからここにあるフィルに置き換えます。はい、ちょっと聞いてみましょう。はい、こんな感じのフィルに置き換えてみましょう。そういう時はこの1小節を切っておきます。これに対して先ほどと同じように、
今ここにフィルが入りました。フィルの場合は勝手に書き色に置き換えてくれます。じゃあもう一度19小節あたりぐらいから聞いてみましょう。フィルが完全に消えていますので、この時は半小節のフィルでしたので、このようにして半小節に切り替えます。はい、ちょっとこの D のセクションですね、これはライドが入ったような形がいいと思いますので、少しですね変えてみましょう。ハイハットタイトエッジというふうにこれはなっていますが、もう一度聞いてみますね。はい、ちょっともう少しライドっぽいのを入れたいと思います。はい、これに置き換えましょう。じゃあ聞いてみます。はい、そしてこの続きもライドっぽいのに入れ替えてみます。はい、ここももう少し派手になってもいいですね。はい、ちょっとこれに置き換えてみましょう。はい、もうここでジャーンと終わる方がいい感じがします。ここですね、ここはエンディングというのがあります。はい、一発。まずはオーソドックスにしておきましょう。これを引っ張ってきます。これで大体できました。次する作業というのは、このエディットプレイスタイルで、さらに細かなところをチェックしていきます。じゃあやってみます。このブロックを選択しておきまして、エディットプレイスタイル。これを選んで、こういう画面にしておきます。そうしまして、再生をしながらいろいろ調整をしていきます。はい、もうちょっとハイハットが
大きくてもいいと思います。はい、ここはいいですね。次のブロックいきます。はい、ここもいいです。はい、少しハイハットを派手にしましょう。ハイハットを派手にとかいうのは、ここでアマウントというダイヤルがあります。これを動かすとですね、ハイハットの手数などが変わります。このつまみは手数を変更します。そしてここがベロシティ、音の大きさですね。あとそれだけではなくって、これは右クリックをしますとアーキュレーションというのがあって、ハイハットのどこを叩くか、どのように叩くか、この辺が変更できるようになっています。じゃあちょっとやっていきます。はい、次のセクション。いいですね。次に行きます。はい、ライドにしたところですね。ライドもうちょっと上げます。はい、次に行きます。はい、これもいいですね。次行きます。ハイハットを変えます。はい、ちょっと小さな刻みゴーストのような音が入りました。もうちょっとベロシティを上げます。やはりこれもライドの方がいいです。
でもライドの方がいいですね。さあエンディングの方です。ライドとどっちがいいか、はい、これもライドにします。はい、スネアちょっとにぎやかにしましょう。こんな感じにですね、エディットプレイスタイルで微妙な叩き方などを変えていきました。全体のチェックをしてみましょう。ちょっと、さっきやってたより派手になって、何か途中で変なことしたんでしょうね。ハイハットがここをアマウントを変えすぎたんですね。はい、これぐらいでどうでしょう。はい、ちょっと小刻みすぎます。まだもっと減らしたいです。はい、これでいいですね。と一つだけ気になったところがあります。ここで一番最初に入れたフィルですが、ここがですね、一瞬ブレイクするんですね。つながってる方がいいですので、こういう時はグリッドエディターで修正をしていきます。ここですね、ここがハイハットが途切れてるんですね。ですからここにハイハットを打ってあげると、もう少し自然になると思います。ここにポンと入るだけで随分変わりましたね。もう一個ぐらいハイハットを打っておきましょう。はい、かなり良くなりました。こんな感じでですね、少しベロシティなんかもちょっ
と変えたりして、こんな感じでですね、今日はピアノ伴奏とメロディーにドラムを入れてみるというのをやってみました。今回使った Easy Drummer 3はですね、バンドメイトという機能でほぼ一発でですね、だいたいイメージ通りのドラムが入る、こんな便利なツールです。ただしまあ僕の場合は今最後の方にやったようにですね、エディットプレイスタイルで微妙にこう変えていったりとかしながら、よりオリジナリティのある作品に仕上げていったりしています。皆さんもぜひこの Easy Drummer 3はですね、自分のイメージを膨らましてくれるのにとってもいいソフトなので、僕はとってもおすすめをしています。村長スタジオでした。